こんにちは、土岡です。さあスプラ2ね、フェス始まりました。もうフェスね、結構頻繁にあって嬉しい限りです。今回のフェスのお題はマックフライポテト VS チキンマックナゲット。いいね、僕はもちろんマックフライポテト。そしてフェスマッチは富士坪スポーツクラブですね。そして天間美術大学。そして特別なステージミステリーゾーンだ。前回は暗闇の中落っこちてたけど、アップデートもされましたね。もみじシューター、今日もみんな頑張ってんてくーす。僕も飯田ちゃんのやつ選びたいんだけど、ずっと姫ちゃんだな。塗り武器であるね、ボールドとか使っていこうかな。もみじシューターも使っていくか。わー、かわいい。ちょっとタオルに書かれるようになってんの。こんなんあったっけ。やべえ、めっちゃイラストいいな。うわ、ナゲットも美味しい。僕もナゲット好きですよ。ハッピーセットはナゲット派。さあまず初戦やっていこうかな。さあ行きましょう。やるぜ、ボールド使ったことないけど、いくぜ。これがポテトなのかな。あ、色的には今回ナゲットは紫なのかな。塗りいいね、やっぱね、ボールドね。しっかり塗る。フェスは塗るぜ。うわーわおー、逃げろ、危ない。回復だ。ちょっと待って、もうもう、ありのまま今起こったことを話すぜ。待って、僕があそこいるんだけど、今土残っててなかった？おい、ちょっと待って、僕があそこいるんだけど、なんだこれ。ちょっと待って、今まで気づかなかった、僕がいたんだけど。嘘だろ。マジか。いや、本当に僕がいたわ。しかも負けてしまった、ごめん。全然勝てなかった。ひどい。もう、ちょっと僕の真似しなくていいから、あの、キル数も。ひどすぎる。今のひどすぎ笑った。やべえ。まさかでいきなり土の子さんと当たる。土の子と会ったら地雷だ、気をつけろ。土の子、涙の俳句。恥ずかしすぎるよ、今のソロで入ったんだけど僕。さあ次は富士坪スポーツクラブ。ちょっと足引っ張る。いや、足ちょっと練習しながらやろう。ほんとなんでこんな筆線がね、弱体化してからちょっと筆線は封印中ですね。筆線の方がいいかな、弱体化されてもその方が慣れてるからね。せめてちょっと切るできないんだったら塗る。おい、はい、オッケー。完全誘ったね今ね。今回はいいぜ。おい、よしよしよし、慣れてきた。あー、しまった。ここでこの最後死んじゃうのが一番良くないんだよね、本当はね。せめてちょっと塗りポイントを稼ごう。塗り返しの方がいいはず。どうだ？ん？これは勝ったでしょう。よっしゃ、勝ちました。またポテト。またポテトとやるんかい。くぜ、ここいるな。
よし逃げると見せかけて実は逃げれなかったっていうね、恥ずかしい感じ今の。はいはい、残念。おー、いるか。ここかいなかったいなかったはずおっと、ずれながら撃つ。あー、ダメか。やばい、こういう時こそあれが必要なんだよね、本当はね。逃げろ逃げろ危ねえ嘘めちゃめちゃ押されちゃってるひでえプルプル震えんな、ちくしょう。やばい、まだ距離感が分かってないな。お、ナゲットと当たったね。こっちの方がなんかナゲットソースって感じするよね。あ、でも確かにナゲットのパックの色はあんな紫だった気がする。そうだよね、その色なのかな。ナゲット、あー、もうまたマルチミサイルでやられた今上で、あのジャンプやろうと思ったのに今逃げてる、僕が行ったらすぐ逃げてったぞ。僕強くないんだけど。あ、やばい、これマルチミサイルやられる。よし、落ち着け。すげえな、マルチミサイルだらけ。ほい、ポン。集中集中。お、ナイス。よし。よし。これは勝ったでしょ。いいね。いいぞ。どうしようかな。フェスティ塗り替えようかな。よし、クリーニングしてもらっちゃおうっと。よし、お、月光が、やっぱりポテトだね。相手ポテト多いな。うわ、マーキングされてる。うわ、たっぷんね。水のように優しく、花のように激しく震える、よっしゃ、踊ってるやつを倒したぜ。あー、くそ、月光がにやられた。月光がにかっこいいサングラスして。なるほど、あそこかバレてーら、バレてるバレてる。おい、パーン、くそ、誰も引っかかんなかった。ちくしょう、ちくしょう、悔しいよ。やべえ、3枚くらい相手が上手だぜくっそ、おしっこみたいにこっちに駆け上がって、ちょ、逃げろ逃げろ。追っかけてきてる、来てない。イエーイ、今のうちだぜ。おら、後ろからおらおら、あ、やべやべやべあ、せっかく僕が歩いた奇跡が。あ、でも一番上取れた、やったぜ。ややちゃんが強かったんだね僕らの方ちょっと弱くねおお、またマックポテトだねポテトしかいないぜ。
ポテト勢しかいないぜ今回。ミステリーゾーンなかなか来ないな。ははダメだ今のひでえな自分で今のひどい。よし、やべ、これ正面はダメ。もうちょっと足場が塗られちゃってダメだったね。よっしゃ、はい、見えてる見えてる、だんだん見え始めてきたよ。やっぱあの塗られてると強いね。よく相手の動きが見える。はい、ほい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 、歩きながら叩いていく。はい、あぶり出してから叩く、いいね。いない、ここ。うわ、おい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 イエーイやべえ、今回ちょっとキルできるぞ。あええー、嘘あ、9番ボムね、しょうがない、全く気づかなかったな、ボムの存在に。よし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 、相手のエイムがちょっとブレブレだぞ。僕も人のこと言えないけどね。おい、気づいてな、気づいてた。あー、オッケー、よし、勝ちましたね、これも。やったぜ、みんな8キルだね、ほぼほぼみんな8キルだね。またポテトじゃんちょ、ナゲットと当たんないマジで。さあ、またまた富士唾いきましょう。ポリプロプリンポリプロピレンみたいな。あー、やられた。ちょっと逃げるべきだったね、やっぱ今のダメージ食らってたから。ダメージ食らってんのちゃんと見なきゃダメだね。まあでもマック同士だから関係、ポテト同士だから関係ないけど、やべ、ポテトのことマックって言っちゃった。やべ、畜生、アメブラシで。まずい、ちょっといいとこねえぞ今回。これちょっと塗られてるっていうのがきついね。あー、すっげーエイムブレてる、ひでえ。今のひどすぎたな、ちょっと。ついたな、今。うわー、塗られまくってるもん。やば、バレてんじゃない？いる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 。いる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 。やべ、ふふ。おいけ！あー、くっそまだ早かった畜生やられたぜ。いや、まだ諦めるな、まだまだ。いや、でも塗られてんな、すげえ。あー、ダメだやっぱ塗りやつってすごいね。惜しい、最後3落ちしてたな相手僕と一緒になる人ごめんなさいひどい今のやばいゼロキル、みんなうまいよ。ちょっと練習して頑張ります、マジで。さあ、これでフェスパワー出たんじゃないかな。どうだ、僕のフェスパワーは、マックポテトパワー1608みんなはどうでしたか。とりあえずね、ポテトパワー継続まで今回はやってみました。上手い人はね、みんな2000オーバーする中、僕は1600でしたね。やっぱりなかなか腕前は上がんないぜ。ということで、今回はね、ミステリーゾーン見れなかったですけど、まだまだね、永遠のマックポテトボーイにしようと思うので、次はね、フレンドゾーン待ちながら、フェスマッチのチーム戦で頑張ってみたいかなと思います。
僕のね今のところの体感8割ぐらいがポテトのような気がするけど、ポテトばっかり当たるからね、どちらも頑張ってね楽しくフェスやっていきましょう。それじゃあよかったらまた次も見てください。土の子でした。